Peggy 12. はい、アレックス。モンスターハンターは、2000年にカプコンとして、ネットワークゲームに力を入れようというところで、3タイトル、立ち上がっています。その中の一つが、モンスターハンターでした。一つは、バイオハザードアウトブレイク。で、もう一つがアウトモデリサー。で、最後に、モンスターハンターというのがあります。で、このモンスターハンターというのは、みんなで、まあ、協力して大きなモンスターに立ち向かっていこうという協力アクションゲームというところの、コンセプトで始まっています。で、僕の方はですね、初代の方は、オンラインの運営の方とかに関わってて、モンスターハンター、ポータブルセカンドというタイトルから、プロデューサーをやってます。